ラジオ関西おもしろ神戸学。この番組では皆さんに神戸のことをもっと深く知っていただこうと、神戸の歴史や神戸っ子も知らないような雑学などをお届けします。今回は神戸新聞社編集委員の山崎忠さんに教えていただきます。テーマは平野の祇園さんです。平野の祇園さんといえば、神戸っ子なら知らない人はいない夏祭りですよね。毎年7月の13日から20日までの8日間にわたって繰り広げられまして、神戸に本格的な夏を告げます。そして子どもたちにとりましては、祇園さんが始まると夏休みがすぐそこまで来ているということで、ワクワクと胸も躍ることですよね。さて、その平野祇園さんなんですけれど、誇らしい由来を伝えていることをご存知でしょうか。全国の祇園さんの総本山とも言われます京都八坂神社より古いとの言い伝えでなんですね。江戸時代も中期から後期に差し掛かる天明年間に書かれました五図天皇由来記という本によりますと、平安初期の清和天皇の時代まで遡るというふうに言われております。その頃、京の都に伝染病が流行りまして、まあその対策として疫病退散の霊源で知られました姫路の広峰神社から五図天皇を迎えようとしました。869年のことです。播磨から五図天皇の分霊を積みましたおみこしが山陽道を東へとたどりまして、京を目指す道すがら立ち寄ったのが摂津の平野といいますから、現在の祇園神社のあの場所なんですよね。なぜ立ち寄ったのでしょうか。言い伝えによりますと、徳上坊という有名なお坊さんがいたからというふうに言われております。まあこれを記念して社殿が設けられたのが平野祇園の始まりというわけなんですね。さて、おみこしはその後どうなったんでしょうか。最終目的地であります現在の京都市東山区祇園町につきまして、そして祇園社となりまして、まあ明治になる頃に八坂神社へと名称が変更されました。その京都の祇園社の創建はまあ諸説ありまして、中でも最も古いのが876年です。これを平野の祇園さんと比べますと、京より平野の方が7年も古くなってしまいます。八坂神社側でも五図天皇が播磨から移ってきたとのまあ説を認めておりますので、その意味ではついつまは合うんですけれど、いくらゆっくり進む神輿としても平野から京都まで7年はちょっとかかりすぎですよね。真相はまあそういう意味ではちょっとわからないということです。でも平野祇園さんの存在の大きさは付近の地名にも現れているんですよね。まず神社の鎮座地が上祇園町、それから神社の西には天皇谷川が流れまして、すぐ西側の天皇町はまあこれ共に祭神の五図天皇から来ているんですよね。そして現在の天皇谷付近が、かつては徳上谷というふうに呼ばれておりましたのは、京に至る神輿を立ち寄らせたかの高僧の名前徳上坊、これ今由来するんですね。そして馬場町はまあもともと神社の参道で馬場先のことだと言われます。まあ神戸に本格的な夏を告げる平野祇園さんにもですね、こんな言われがあったんですよね。なるほどね、ちょっぴり神戸達人になれましたね。さらにディープな神戸を知って、ラジオ関西面白神戸学で神戸達人への道を進みましょう。